ズーラー英樹です。今年はなんとなくやっと全国で1位と呼ばれてきました。緊張してて、まあ、みんなからも結構プレッシャーが多く結構厳しかったんですけど、決勝ではしっかり自分の走りもできたし良かったです。で、高浜さんやメガニックの沼澤さんのおかげでしっかり走り切ることができたし、みんなの思いを乗せて1位取ることができました。で、一応来年もジュニアはいけるんですけど、一応今年で上がりたいなとは思っていたんですけど、まあどうしようかなとは今ちょっと考えています。で、来年もまた8号でいけたらチャンピオンを狙っていきたいなと思っています。で、将来的には IA1 で1をつけて頑張りたいと思っています。で、それが叶ったら次はアメリカ行って頑張りたいなと思っています。ありがとうございます。アメリカではどのくらい行きますか？アメリカではスーパークロスとかに出れるぐらいにはしておきたいです。それが頑張りたいなと思います。